アウンは仏教の真言の一つ。古代インドのサンスクリットの疾端文字において、A は全く妨げのない状態で口を大きく開いた時の音、M は口を完全に閉じた時の音である。疾端文字の字母の配列は、口を大きく開いた A から始まり、口を完全に閉じた M で終わっており、そこからアウンは宇宙の始まりから終わりまでを表す言葉とされた。 宇宙の他にも、A を真実や、求道心に、M を知恵や涅槃に例える場合もある。アウンは、宗教的な像にも取り入れられ、口を開けたあ行と口を閉じた運型の一体の像は、神社の狛犬などに見られる。また、寺社の混合力士像や沖縄のシーサーなどにも口を開けたあ行と口を閉じた運型が見られる。日本語では二人の人物が、 呼吸まで合わせるように共に行動している様を、アウンの呼吸、アウンの中などと呼ぶ。類似の言葉に、一信伝心があるがこれは日本語の慣用句であり、暗黙の相互理解による対人コミュニケーションの一形態である。この四文字の複合語は、文字通り、心が考えるもの、心が伝えるものと解釈されている。英語に、翻訳の場合、テレパシーやシンパシー、 一般的には、ハートツーハートのコミュニケーションや暗黙の了解を意味する。黙っていての理解は一般に普遍的な人間の現象として認識されている二人の間だけの非言語的コミュニケーションスタイルを伝えるためにある日本の文化の特徴を日本人が感じえるという意味でしばしば使われる。日本の原ゲーの概念は意図的な形式の非言語的コミュニケーションを意味するのに、 対して、一心伝心は、日本人により、伝統的に備わっている心、または腹を経た誠実、または静弱な通信手段であり、不誠実さが、より影響されやすいと考えられる表情及び、口頭を経た明白な通信手段とは別個である。この概念の日本への導入は、全仏教の伝統に関連している。ここで、一心伝心という用語は、直接の心の伝達を、意味する。 禅の伝統は、次々と、維新伝心の概念を年下美少といった釈迦と、大歌賞の間、臨化に引用されている。維新伝心または非言語的コミュニケーションは、現代の日本文化と、倫理やビジネス観光の範囲ターミナルケアまでの側面、などに影響し続けている。ありがとうございます。